日本って面白い国でね本当に政治家が間抜けで経済が分かんない国なんだけどね私も経済音痴だからあんまりそういうこと言えないんだけど金がものすごく豊富だったんですよ。うん、でね江戸なんかの一番おそらく世界一の金保有国だと思う。うんうん、ということはね金貨で物を運ばなきゃいけない重いからだから手形でねこれを持ってこの手形持って大阪の支店に行ってくださいだったら千両振り出しますからというようなことがもう行われてたんですよ。さら、うん、にね、うん そ,の後それで米相場で初めて先物取引が始まるわけですけどそれもだからそれの派生ですよねまあ要はヘッジ取引みたいなことを初めて日本がまあこれはシカゴのマン,カンタイル取引所に書いてあるんですよねこのシステムは大阪の堂島で発明されたシステムでうちはやってますそれだけそういう先進性があるのにねまあ政治家がバカでねこれは割と有名な話で知ってるかと思うんだけど幕末ねまあ有名な話っていうのは金が流出したってこと幕末私ね 日本は世界一金持ちの国だったと思うんですよみんな絵っていうももでしょあの当時世界中に通用する今でもそうだけど通用する資産は金なんで日本は金をねそれこそ武田信玄から分取ったやつとかほとんど外国貿易してなかったから膨大に蓄積してただから日本ってね世界一金の安い国でねこれはあの私が散々批判してる今の高校歴史教科書にも書いてあるんですけど日本国内のレートは金一に対して 銀4か5だったところがあの日本が鎖国してる間にメキシコ銀山とか世界中で銀が発見されて銀のの値段が3分の1に下落したんですよところが日本は一対4か5のまま開国しちゃったわけってどうなるかっていうとういい <laughs> 日本行くと3分の1の値段で金が買えるわけでだからみんな銀持ってきて金どんどん取られちゃってあれでね日本の金がものすごく流出して、えー、教科書に10万両って書いててそんなもんじゃないと思う。だからね その前に気がつけばよかったんだよ俺らには蒸気機関車もない港湾設備インフラも何もないそれこそ工場近代的な工場も何もないけれども金だけあるとこの金で世界中の何でも買えるじゃないかっていうことに気がついたら幕府はあんな惨めな滅び方はしなかったんだよね。うんうん、本当にバカだよねねまあでもその後、ねうん、やっぱり 僕はロケット作ってるんで鉄の重要性をすごく分かってるんですよ鉄が作れない鉄といっても鋼鉄ですねスチールとアイアンの話をこの間ちょうどしたんですけどスチールとアアインの違いかかります炭素の量で炭素が多いほど南部鉄瓶みたいに黒くなっちゃって強度も弱く脆くなるところはそれをどんどん抜くと銀色に光ってあるそれは鋼鉄スチールになるんですけど日本は実は古来からスチールを 作る技術を持っっててたんですよタタラ製鉄っていう、まあ、主に島根県の山をき吹き飛ばしてそこから純度の高い、まあ、砂鉄っていうのは自鉄工なのでもともとね硫黄分とかあんまり含んでない純度の高い鉄なんですけどこれをタタラっていう方法で作ると、まあ、ほとんどはアイアンなんですけど中にちょっとだけ1,500度を超えてと溶け出して炭素分その後また鉄を打ってどんどん炭素を取り除いていくんですけどそうするとスチールができるんで日本刀ができて でもあの日本刀っていうのは実は鎌倉時代とかにも全部掘り尽くされちゃってたたらがねらその後多分リサイクルしてるんですよね。だから名刀正宗みたいなやつでも、うん、鎌倉時代の名刀で一回も見直されてないものっていうのはめちゃくちゃ価値が高いんですよ。も、うん、純度が高いし、ねうんうん、っていう技術があったからこそ西洋から 航炉の技術がやってきました。で、高炉の技術で僕一番すごいなと思ったのは何だと思います要はそれって産業革命って、まあ、皆さん蒸気機関を思い浮かべるでしょだから移動が早くなりましたとか多分そっちの方向を考えるんだけど実は一番重要だったのは炉の中に酸素をバンバン送り込むためにポンプを使ってたんですよね。それがすごい技術だったんです。だから日本はスチールを作る技術あったけど大量生産はできなかったんですよ。だから居直して居直して居直して。 1>, 1回作ったスチールを何回もリサイクルしてたんだけどやっとこう純度の高いしかも鉄鉱石から、うん、そこまで純度の高くない鉄鉱石に空気をとにかくポンプで送り込むと大量生産できるようになりました、うん、っていうことをおそらく製鉄技術を学んだ人たちは「すげえと」と、うん、これスチール作り放題じゃねえかと。うん とんでもねえことだなと思って、あの人たちすごく頑張って、明治34年に八幡製鉄を作るんですよ。すねうん、維新からたったの34年間で、その技術を習得して、自ら航路を作ったっていうのは、ものすごいことだし、航路を作れるようになったんで、鉄鋼を量産できて、鉄鋼を量産できたら、そこにこうレアメタルを混ぜて、特殊鋼が作れるようになった、めちゃくちゃ硬い鉄を作ることができるようになったんで、それによって、金属加工が、 できるようになりました、まあ要は工作機械が作れるようになりました。うん、工作機械が作れるとどんな部品でも作れるようになるんで自国でまあ本当戦艦大和みたいなものを最終的には作れるようになりましたと、うん、この技術って実は中国とか韓国って戦後に至っても持ってなかったんですよ、うんうん